では、始めたいと思います。今週ですね、まあ、お盆が近いということもあるんですけども、今日水曜日ですね。で、私が、まあ、今日で今週の作業が、今週の業務が、終わったので、まあ、明日から4連休なんですけども、まあ、ちょっと明日、明後日とか、まあ、ちょっと用事があるので、今回のライブ配信は今夜行おうかなと思ってます。で、前回配信した時に、最初にエディットモードでクリア、進めたんですけども、全然、ステージ前進めなくって、で、なんか2面だったかな、あそこでかなり苦戦を強いられまして、で、まあ、なんかその配信したのを振り返って確認したところ、まあ、当たり判定のズレが見つかりまして、で、それの修正とか、で、あと難易度調整もしてまして、今までは、ゲームクリアして2周目とか、その周回をこう重ねるごとにレベル、ランクを上げてたんですけども、まあなんか、その、まあこのゲームのモチーフとさせていただいてるグラディウスの、まあ、難易度とか、まあ、実際にゲームを拝見してて見てみると、まあ、なんか装備によっても、やっぱランク設定してるのかなと思ってですね。で、このゲームにも、まあ、何も装備してない状態、裸状態ですかね。それと、オプション2つ以上取った時と、で、さらに、シールドを取った時と、それぞれにこうランク付け、設定できるテーブルを用意して調整するように修正したりとかして、で、今回は、まあ、その修正したのをですね、まあ、実際にプレイして、で、まあ、問題なかったら、まあ今 GitHub でソース管理してるんですけども、まあ今ちょうどプルリクで、まあこのゲームで問題なかったらマージしようかなという感じです。じゃあ、今回は、タイトルの通りタイプ3で、ゲームをプレイしたいと思います。タイプ3なので、前回はエディットでやったんですけども、ちょっとエディットはまた別の機会で、やろうかなと思ってます。じゃあスタンダードでタイプ3で、またフォースフィールドで、プレイしたいと思います。まあ、この次期装備によるランク調整は、まあ、なんだろうな、まあ、そんな、回収前の状態に比べると、そこまで差異がないかなっていう感じはするんで、なんか周回入った時に、さすがに、今の状態のオプション1個だけとか、それで弾とか敵の数が、ちょっとまあ、なかなかランクと合ってない、そんな感じがしたんで、まあその回収をしたんですけども、おお、危ない。まあ、変わらなさそうだな。
まあ、今この装備なんで、例えば今この砂に出てきて、あ、これだよな。なんか今、操作ミスか。ああ、ここで死んじゃうと、次のステージ、石のステージなんですけど、装備が薄いと、ちょっと厳しいかな。まあ一応ランク調整もしてるんで、まあちょっとその辺の検証もまあ、ありっつっちゃありか。まあこのゲームをクリアするっていうのはまあメインの目的ではあるんですけども、この画面内に登場してくる竜は最大3匹まで、この状態、この磁気装備の状態ですね。なんでそれは問題なさそうだな。で、周回入るとレベルがまあ単に上がっちゃうんで、以前はもう6、この装備でも6匹、竜が6匹出る状態だったんですけども、さすがにそれは厳しいなぁと思ったんで、まあ次期のランク調整を追加したのはまあその理由でもあったりしたんで、回収自体はそんなに大きな変更とかはしてなかった。ですね、その先週金曜日に配信した後に気づいた感じですね。あ、これでオプション2つになったんで、ランクが1個上がりますね。でランクが1個上がると、まあその敵が、弾を発射する間隔が短くなったりとか、で敵のスピードもちょっと速くしたりとかは施しています。あと今こういう大量に敵を吐き出す敵もうすぐに倒しちゃってるんですけど、この辺もその敵を吐き出す間隔時間をそのランクによって短くしたりとかしてるんで、あ、やだな、この位置。あ、大丈夫か。で、最初に話してた2面の当たり判定のズレなんですけど、この道中は問題なくて、ボスだったんですよね。たまに近いところでいて避けようとしたんですけども、なんか当たっちゃったんで、なんでだろうなと思って調べてみたら、まあバグだったんで、これもう随分前に設定したやつだったんだよね。だから潜在バグっていう言い方なのかな。あ、この白い弾を吐き出すやつですよね。その弾、今見えてる弾のちょっとどころじゃないな。左上にずれてたっていうやつで。前回の配信でそれに2回ぐらいやられましたね。ああ、そうそう。多分今の避け方も多分修正前だったら当たってたと思いますね。はい、2面をクリアしました。今日は
調子いい感じですね。さあ、次の火山ステージも、難易度調整、磁気装備による調整が影響していて、で、今の装備だと、そうですね、2段階目で、今、コース取ったんで、これで3段階目、で、これでマックスですね。敵とその敵の弾のスピード、で、あとこの火山の噴火する時間ですね、ちょっと長めにしたりとか、いやー、前回回収したこのミサイルを滑らかにする、やっぱ綺麗ですね、動きが。やっと何年か経て自分の思い通りのミサイルの流れ、まあ思い通りって言ってるのは、グラディウス3のミサイルがすごく何ですかね、前作に比べてものすごい、ものすごいって言い方あるか、滑らかに動いて、これは真似したいなと思ってですね、ようやく実現できたっていう感じですね。さあ、ここも。フル装備なんで、こうやって敵から出す弾の間隔が短いんですよね。そうそう。さあ。あ、やばい。早めに、これは。ああ、そうなるんだ。まあ、これはランク関係なく、私の操作ミスなんですが。ちょっとあんなとこで死にたくなかったな。まあいいや。で、アンチがあるので、硬い敵50匹。あ、でも倒せるか。あ、倒せるな。やっぱ今、Windows 11でブラウザーの Edge を使っていてですね、で、Windows PC がちょっとスペックが低くって、結構今、このプレイでも、やっぱゆっくり、かなりスローな状態で、もう本体、ミニ PC なんですけど、もう筐体がもうめちゃくちゃ熱くって、ファンもついてないんで、で、多分 CPU もかなり抑えられてるんじゃないかなと思って。で、このゲーム自体は、まあ今のこの Windows のブラウザーでも、まあ Mac でもできますし、あと、iOS、iPadOS でもできるんで、で、iPadOS とか iOS はもう全然スペックが余裕っていうか、めちゃくちゃスピードが速いんで、むしろクリアが、あれ？ちょっと待った。次は、こっちか。危ねえ。クリアが逆に大変なんじゃないかなとは思っちゃったりもしつつ、あれ待てよ。後ろ、次前かな？
前だ。で、後ろか？後ろ。OK。喋ってて忘れちゃうな、これ。あんま。まあ、こういうスローな方が、まあ、攻略しやすいですね。ただ、Windows のこの筐体、大丈夫かなと思って、めちゃくちゃ暑いんで、で、冷却装置もつけてない状態で、今、プレイしてるんで、あー、だいぶ遅い。まあ、いいか。ここでミサイルを装備しようかな。やばい、だいぶ遅い。今日はあれ、ちょっと待ってくださいね。これして、ちょっと風が当たる状態にしよう。うん、今ちょっと風を調整して、今 PC に風を当てるようにしています。まあね、まあ小型 PC はやっぱこういうのは無理しちゃってるなっていう感じはしますね。まあ、このフォトンはやっぱ貫通するんで、こういうミサイルだと、もうリングを貫通してこう口に狙って狙い撃ちができるんで楽ですね。で、まあフォースフィールドをつけると、モマイのリングの間隔がさらに短くなって、で大量にリングを発射する感じになるんですよね。よいしょ。でここでレーザーで、ここでカプセルを、まあ、やられた時の保険用にちょっと1個欲しいな。危ない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 危磁気装備による、ランク調整をしていて、でこの敵でだけですね、ランクによってこのちっちゃいモマイの、ヒットポイントっていうかを調整するようにしていて、ランクが上がれば上がるほど、例えばこの装備でいうとランクが1個上がるんで、2発当てないと消えないっていう。で、ランクが一番低かったら、一発で倒せる。あ、なんか、気づいたら一発で倒せました。
あ、ごめんなさい、一発じゃなくてすぐ倒すタップですね。で、このステージは特にランク調整はしてないんかな？ランクが磁気装備ランクが最大ですね。よいしょ。この触手が今さっき左側のやつ過ぎちゃったんですけど、なんか腕が畳んじゃうんですよね。だからこれはまあちょっと後でっていうか今度直そうかなと思ってます。こういう動きのアルゴリズムってすごい難しいんですよね。なんか人間工学にのっとってみたいな。なんだったっけな、これのロジックがあって、なんかインバースキネマティクスだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、その手法でまあ JS で。あ、JS っていうか、まあ PS、タイプスクリプトで組んでるんですけど、まあちょっとこの腕が、ほっとくと腕が、自然に畳んでしまうのは良くないなぁとは思うんで、どれがいいんだろう、どういうのがいいんだろうなぁ。まあ、いやだから、畳まずに、腕広げながら磁気に向かうのがいいのかな。さあ、ラスト。終盤ですね。終盤に差し掛かって。よし。このミサイルの装備なんですけど、まあ貫通するメリットはあるんですけども、ノーマル装備と差別化はしていて、あ、まあさっきの貫通もその差別化の一つで、あるんですけども、なんですか、登れないようにしてるんですね。この例で言うと、まあ、右上にこう上がるロジックは入れてない。ノーマル装備とかだと、の、あ、ごめんなさい、ノーマルミサイルだったら、まあ、何かの確率で登れるようには仕掛けてるんですけども、この貫通するミサイルにはそれは入れてない。もうそこまでこのミサイルに当てちゃうと、もうかなり強いミサイルになっちゃうんで、あんまり、そういうのはしないように。まあなんか差別、さっきの貫通も含めて差別化した方がいいかなと。まあ、有利不利が、まあ、均等になってるかな。貫通、片っぽは貫通して、片っぽは登れるみたいな。さあ、ここも、少しロジックを変えて、
まあ、このちっちゃい、あの、火の玉のスピードですね。調整しているのは、ランク調整しているのは。さて、後ろから来るので、さあ、じゃあ。怖い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 。まあ、とにかくひたすら倒しまくるっていうやつですね。さあ、で、後ろ、あ、蹴った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 。だから、こう来るんで、早めに前から来る火の玉を消さないといけないですよね。ああ、怖い怖い。危ねえ。で、このボスも、ちょっと仕様を変えました。吐いて、で、しばらくすると、こう、このように分裂するんですけども、こう、ちょっと3連発はちょっと、強すぎるなぁと思って、2連発に、おお、すごい、倒せた。2連発にして、で、こう、今こういう感じで分散したじゃないですか。で、これ出せるかな。生きてない。あれ？あまり分散する場所と時期の位置が近かったら、分散の量を少し減らしたんだけどな。あれ？さっきキャッシュクリアしたけど、変わんなかったのかな。まあいいや。さあ、問題のステージ。まあ、ルートはもう自分で作ってるんで分かるんですけど、あ、ちょっとコース間違えたかな。あー、やっぱりこの、うわー、怖かった。よし、減った。で、じゃあこのルートで行って、で、コースに激、あー、もう、あ、できた。まあいいや。この状態で、木のラッシュ、迎えましょう。あー、怖い。で、爪。もうちょっと。もうちょっとだなー。よし。あ、焦るなー。焦るなー。よし。おー、一発。もう大丈夫でしょう。うん。まあ以前、ちょっとあまりにもこれが難しすぎてですね、こう、登場して突進してくるタイミングをずらしたんですね。で、前は、その今画面から半分より左から突進してたんですけども、それが結構難しくって、ちょっとこれはクリアできないなぁと思って、基本半分、画面半分から右の範囲から、時期に突進するように修正っていうか仕様変更しました。2つ目のオプションのミサイルの動きが、この滑らかさがいいんですよね。ここすごいこだわったとこで、ボス、ああ、もうね、これ、フル装備なんで、その腕から出してくる弾の間隔が短いんですよね。バンバン弾出してくる。で、
当てる、壁壊すと、ああ、壁壊すと5、5ウェイが出てくるっていう、とんでもなく強い敵ですよね。さあ、ここで一気に壊したい。よし。ステージ後半になって安定してきたというか、ここでバリアを張り替えようかな。よし。ここで青カプセルがたくさん、ああもうこれで終わりか。やばい。あ、危ねえ。よいしょ。ランク設定による変更はないとは思う。まあ、デグレ確認みたいな感じかな、これは。さあ、この平べったい敵、こいつが一番怖い。よし、ワインダーレーザー、危ねえ。怖いねー。まあ、画面の後ろ、このような場所にいたらワインダーでやられちゃうんで、まあ前にいた方がいいっていう。レーザーの発射タイミングは大体4回こう、なんですか、止まるんですよね。で、大体その辺りでレーザーが走ったかなーって、どう組んだか忘れちゃった。よし、おお、いいっすね。さあ、最終ステージは、じゃあフリーウェイで進もうかな。フリーウェイは結構、何気に役立つ装備なので、コースにしようかな。もう、こういう、敵を大量に吐き出す敵やつはもう早めに、そう、こういう感じで早めにやっつける。よし、早めにやっつけて、後ろからは左レバーを入れてやっつける。で、こうやって上を破壊する。レーザーはまだしない方がいいか。
まあやっぱダブル系はね、本当に特にこれそうなのかな、弾切れが発生しやすいんで、タイミングはちゃんと考えてショットしないと厳しいかもしんないっすね。よし。こういう前後の発射が弾切れを起こしやすいかもしんないですね。画面が横に長い分だけで、その2つのショットが消えないと次の弾発しないんで、まあ条件悪いですよね。ここでちょっと最後の最後に突進してくる敵が大量に出てくるんで、ここで、このレーザーはもう即やられますね。よし、レーザーにしたので、ここでダメか。あれ、なんか回転レーザータイミングが、なんかタイミングっていうか、さあこういう敵はビッと、ここでフォトンが強いかもしれない。まあ、ここは自爆待ちで、まあ今いるところが若干、まあ若干っていうか、まあアンチですね。ただまあちょっと点数は取った方がいいかな。遮蔽板を破壊して、あっ、ぶんねー、今当たったと、あれ大丈夫かこれ、衝突判定、またなんかずれてるとかそういうやつかな。真ん中のコアはよし、破壊した。この辺があれかな、やっぱ退屈に思えちゃうかな、緊迫感があんまりないふうに感じちゃうかな。まあこの何ですかね、ストーリー性っていうんですか、この辺の流れはもう分かんないんで、よし、はい、クリアしました。はい、
全体が爆発して、でちょっとトイレ休憩に行ってきます。で、この最後のエンディングを終えて、スタート。ここでポーズします。ちょっとお待ちください。
はい、すいません。じゃあ再開します。はい、2周目は、打ち返し、敵を倒すと打ち返しが発生します。さあ、2周目でオプション2つ取ったんで、少しランクが上がってると思うんだけど、どうなんだろうな。砂の竜が何匹出てくるかだな。なんか平和だな。3匹。あ、ここはまだ3匹か。フル装備になったら、まあ、ああ、危ない。あ、やばい。うわー。やっちまった。いやー、ここで終わりたくないなー。2周目のノーマル装備。打ち返したのが邪魔だけど、まあ、しょうがない。よいしょ。そうですね。ちょっと近いか。大丈夫か。あー、チャンスチャンスチャンス。あー、怖い。また、これは撃たないで、ナイス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 、ナイス判断。頭が欲しいなぁ。オプションが、こう。ただ、この辺か。さあ、赤玉たくさん、ナイス。フォトンで消して、よし。オプション2つ。あと、あわよくばレーザーが欲しい。まあ、2周目にしては優しい方かな、これは。多分。ああ、怖い。少ないかな。弾っていうか敵の登場数だったり、弾数とか、もっと大量に出した方がいいのかな。この辺が悩ましいところ、全くわからない。あー、なんか、よし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 、赤玉、赤玉、赤玉、青かよ。あー、まあいいか。このボスでは死なないと思うんで、大丈夫でしょう。次の1ステージが、どういう感じに、この装備だと弱いな。スピード1、
通り、やっぱオプションかな。ちょっと攻撃力を上げたいんで。メイザーまた、まあ、ちょっと青を取るタイミングを考えよう。で、この石はこうミサイルで当てた方が倒しやすいんですよね。ミサイルが攻撃力がそのショットの2倍なんで、ミサイルでこのようにガンガン当ててでですね、行った方が楽です。で、青カプセルを取ると敵も消えるし弾も消えるんですけど、打ち返しは消えない。よし。まあノーマルショットでもいけるでしょと。敵の攻撃が弱いかな。ないんで、まあボツの弾に気をつければ、まあこの前の弾の修正はしてるんで、大丈夫でしょとあんまり変わんない。もうちょっとやっぱスピード、球のスピードを速めたりした方がいいのかな、わかんないや。まあ球数は1周目に比べてもう打ち返しもあるんで明らかに増えてるんだとは思うんで、あここあまあでもレーザーがいいか。大量に敵が登場してくるんで、さあじゃあここでいよいよフル装備。で、ハッチは早めに倒した方がいい。今ハッチから出てきた敵の密度もまあ増えては来てるんで、まあだから回収は成功してんだろうな。あ、カプセル取ってしまったぞ。どうだ。でもちょっと取るのが早かったかな。
前回こう、よし、前回1周目はそこでやられちゃったんで、まあ、このハッチを先に倒せば楽。よし。まあちょっとこのハッチの動きが、ああハッチじゃないや、2周目の方があれですね、早く動いてますね。すごい細かい話なんですけど、今ジキが一番下にいるとこにいて、でミサイルがもう埋まっちゃってるんですよね。だけどノーマルミサイルではちょっと発射位置を少し上に上げて、で一番ジキが一番下にいてもミサイルが出るように、そこも差別化してます。倒してみるか。なんか一瞬とあんまり変わんなくなっちゃってる。さあ、まあこのレーザーがちょっと早いぐらいか。あ、確かに。よし。ちなみにこの相手のレーザーは当たっても、一発判定なので、確かグラスリーはもう触れた瞬間にやられちゃうんですけど、フォースつけてもやられるんですけども、これは、敵の弾と同じ、判定にしてるんで、一つのダメージで済むようになってますね。さあ、4面、まあ、リングが密度もちょっと増えて少しスピードが上がってるようにしてるんですけど、あんまり変わんない感じ。いや、これどうしようか迷ったんだよな。その敵を増やす、少し増やそうか。まあ一応増やしてはいるんですけど、1周目に比べて少し、ただ物足りなすぎかな。どうなんだろう。あー、カプセル取りたい。あー、ダメか。じゃあ、あー、こっちが、おー、ない、危ない危ない。危険すぎる。ボスは、まあ、打ち返しが来るんだけど、どうなんだろうな。この返
で、おお、球が。ああ、怖い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 。ああ、危ない。あった、装備。危ねえ。あれ、まだ、戦闘のボス倒せてない。やっちまったかー。あれ？あ、そっか。フォースを装備したから、保険のカプセルがないんだ。いやー、これ無理でしょう。なんか、あー、ダメかなー。忘れられない。あ、いた。あ、ダブルにしちゃった。やば。ここで終わるかな？あれ？さっき、倒せてなかったな。あれ、ちょっと後で振り返る。あれ？あんな強かった？耐久性あったか？まあ、2周目だから、2周目だからっていう理由がよくわかんない。気をつけて、で、行くとして、で、ボスどうすりゃいいんだ？あ、でも、ここで、これ今、最弱装備なんで、5枚が一発で倒せればいいんで、倒せるんで、あ、やべ、なんかスピード取っちゃった。一発、あー、オッケーオッケーオッケー。はい。よかった。デプロイはちゃんとしてた。こういう装備がもう弱いやつだとランクがもう下なんで、こういうモマイが、ちっちゃいモマイが一発で倒せるようにしてます。だから、なんとか、打ち返しはもう大量に来るんだけど。ああ、やっちまった。まあでも、いけないことはない、かな？よかった。回収済み。いやー、なんか、さっき自分が、回収したのをちゃんとデプロイしていくかなと思って不安になっちゃったけど、大丈夫だ。よし、よし。あれはもうこのところグラスリーだったら絶対クリアできないけど、これはまあ優しい方ですね。こういう貧弱装備でも。なんか倒したいな。まあね、ノーマルショットなんで、ノーマルショットであれだけの大量に敵が来るんで、やっぱ押し負けるよね。だから、ボスに当たってないね。だからもう一応当たって、衝突音は、鳴るようには仕掛けてるんで。いやー。あー。いや、でも、なんかクリアできそうな感じがするけどなー。あ、増えた。あ、ダメだ。あれ？何をしてるんだ、俺は。
だって、あれなんで、あんな状態になったんだろう。あれなんか、壊ってないのか、なのか俺。いやー、スピードないと厳しいねー。危ない。よし。うまい。おお、ちょっとこのスクロール、強制スクロールもちょっと考え直そう。あ、ここクリアしたいな。どうすりゃいいんだろう。だからフォトンを、あー、ダメか。フォトンで行こうかなと思ったけど、貫通するから。ダメか。まあだから、貫通する分だけ、弾切れが発生しやすいんだろうな。弾切れ起こしやすいと、おう。なんで、グラスリーのトーテムモアイは、特にレーザーに当ててる。やば。やばいな。まあ、2周目らしい、ぶっちゃらしい。あれ？ちょっと待って。こんなとこで、やられちゃダメだわ。あ、今時計見てしまった。予想見せてしまった。どうしました。うわー、壊したいな。クリアしたいですね。あ、青が。レンチャンかー。ってことは、ほとんどなしかー。まあ、いっかー。あぶねー。いやー、ちょっと難しいっすねー。まあ、いいんですけど。ミサイルも何もない状態。前はね、このミニモマイは、この画面左端あたりに来ると急にプッと磁気に向かうやつだったんですけど、もうそれはさすがにクリアできないなぁと思ったんで、それやめたんですよね。この、吐いて、モマイ、大きいモマイが、大きいモマイがってか、ミニモマイが登場した時に、一定期間足したら、磁気の方に行くんだけども、あとは直進していくだけっていう、仕様変更。だから、倒しやすくはなってるかとは思うんですよね。で、もう何回もこんな感じで、結構まあ、しぶとく、こう、戦えるっていうか。ああ、やっぱミサイルないとダメだな。まあ、こういう時期の装備状態なので、もうフォトンとかも、あ、通過しちゃうんだな。だから弾切れしやすいんだな。だから、連射できる位置に、アホがだから、一番こう手前のモマイの動きに合わせて、ショットを打つと、なんですか、弾切れが起きにくいというか。
あー、怖い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 。おー。また持久戦ですよね。あ、いけるかな？まだか？もうそろそろ。あ、でもいけそう。いけそう。よし！どうだろう？ 2 周目でこれか。まあ、程よい難易度なんだろうな。程よいっていうか、まあ。なんだろう、2周目らしい。さあ、オプションを2つ取るんだけど、この触手の打ち返しがやばいんで、かよ、これ。ちょっといけるかな。ああ、取れた。よかった。せっかくあそこ、もまいで、なんだろう、いい戦いをしたのに。あ、ごめんなさい。すみません。ちょっと。今、マック持ってるんあるんですけども、画面が、一瞬暗くなったりもする。あー、そう、M2 マック。ね、今僕、Mac は MacBook Pro 2019年かな。だからインテル製なんですよね。だから、今 M2 じゃないですか。どうなんだろうなと思って。で、いろんな YouTuber さんの配信 M2 のレビューとか見てるんですけど、大体なんすか、動画制作ツールでの評価が多いんですよね。で、僕はこうなんすか、ウェブのエンジニアとしていて、その VS コードを使って開発してるんですけど、VS コードで、その例えばビルドだったり、あと Docker を使った起動のその速さとかどうなんだろうなとか、そっちも気になるんですけどね。でもなかなかそれレビューしてるの見かけないんですよね。なんでだろう。あ、やべえ、オプション、あ、ちょっと待った。なんか、喋ったらこんなとこに来てしまった。あと、あー、どうしよう。あ、何やってんの？ちょっと待って。もう 今のはちょっとコントローラー操作ミス。またコントローラーミスしてしまう。もう、避けようと思ったんですよ。まあ、もうこの最弱装備なんで、もう避けるしかない。危ない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 。よし、ピッ。
どうしようかな。だから、今、ミサイルゲージか。さあ、こういう感じで、避けて、ちょっと嫌な位置にいるな、敵が。でも、いけるか。ダメだったー。ダメだったかー。ああいうくぼみに入って誘導する戦法ですよね。撃ってもいいんですけど、大きくなるんですよね、細胞が。で、さらに大きくなって、で、倒すと打ち返しが来るっていう。だから、こういう装備だったら倒すよりかは逃げた方がいいんだけど、まあ、さっきのように逃げ場を、やばい、ちょっと、なんでこんな、違うんだよ。上に行った方がいいな。上行って、もうこれ以上敵が出ない、敵っていうか細胞が出ないんで。うわ、右上が、あれ、あんなとこに、もう、よし、これでこうまとまり出せば、細胞がまとまり出せばこういう感じで逃げやすい。ピンクの6つのやつはもうキャラオーバーによってもう細胞がこれ以上出ない。でも2周目、これちょっとスピード上げてもいいのかもしんない。まあそこは要検討だな。まあ、磁気装備が、危ねえ。磁気装備が、のランク上げれば、その細胞も動きが速くなるんですけども。この辺って難しいですよね、ランク調整。よし。さあ、あれ？何取った？スピードか。スピード。だから、ちょっと待って、このフリーウェイは怖い。もうフリーウェイ。ダメだって。よし。スピード結構速い。ここはレーザーで、もうちょっとオプションよりも。さあ。ちょっとスピードが速いかな。息増えてたね。さあ、まあ装備が弱い分だけ1周目とそんなに変わらないスピードかな、これは。ちょっと早くてもいいのかな、やっぱ2周目は。だから磁気のランクっていうよりか、全体のランクを、全体設定してる側の方でランクを。あれ、なんだ、急にシリが立ち上がった。ここは取っちゃえ。さあ、後ろから来るんで、早めに前にから来るこのを倒せば楽。よし、よし、よし、いけたね。
あ、これ2種、あ、でも次木か。木のキューブか。ちょっとあれ、やっぱり分身したやつの回収。あれ？全範囲に分散しちゃうね。あれ、これなんだろう。まあ、ここだけチェックしよう。もう、それ以外は、もう、問題なさそう。でも、すごい迫られてる感。ナイス。えい。さあ。今日も、ちょっとプレイ時間が長いっすね。あ、まあでも、一周目クリアした後に、5分ぐらい時間取ったから、全体的にはまだ大丈夫か。よいしょ。フォース。さあ、フル装備になりました。よし、このルートが楽なようですね。あー、フォースにしちゃったぞ。大丈夫か。これハイスコアなんじゃないかな。どうなんだろう。と、早くなります。早く。来たかー、この、ピッチ。あ、また青か。まあいいか。さあ、ここで、さあ、ここは装備しない方がいいな。やられた後の保険が欲しいから。で、早いかな？あ、まあ、でもそこそこ早いか。よし、つね。よし。分かってた。ダメなことが。よし。変なことで死ぬのね。慎重に。青はよく出る。あー、はい。よし。早いよな。まあ。れ、当たらない。詰め。に隠れる。手前に木があるとこにスッと行けばいい。やべ。あ、エンドだ。しまった。余計なことしちゃった。まあでもいいや。145万、2ですね。まあ、2周目の敵のスピードもうちょっと上げた方がいいのかな。それか、弾を増やすか。さっきのあの細胞のボスのとこですね。あれ、細胞がちょっとゆっくりめだったんだよな。あれがちょっと気になるか。もうちょっと早い方がいいのかもしれない。まあ、今回は、いいでしょう。まあ、とりあえず、回収した分は、反映されてるので、今、プルリクにあげてるやつは、後に、まあ、実施するとして、もう、このゲームの回収はないかな。で、前から話してるエディターの方は、粛々と進めていて、今、API 周りの、検証をしています。
ナクスト3のですね、初めて、ナクスト3として初めて API を実装するんですけども、まあ実装がすごい楽というか、ナクスト2に比べて、すごく、なんか手間、準備の実装が必要、ナクスト2に比べて準備の実装する手間がかからなくなった感じがして、ナクスト3はすごい楽になったかなという印象でした。まあ、進展あったらまた報告したいなと思ってます。じゃあ、今日の配信はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。失礼します。